どうも皆さんこんばんは、セルジオでございます。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。さて今回もやっていきましょう。最強のコスパ抜群シングルモルト、あの木漏れ日のウイスキーのハイボールを極める編ということで、今回はね久しぶりのハイボール極める編をお届けしていきたいと思います。というのもですね、私が最近おそらくトップ3に入るぐらいハイボールで飲んでるんじゃないかなっていうあのウイスキー、これをね様々なアレンジレシピで試してみて、どれがおすすめかっていうのを紹介していきたいと思います。このシリーズでは特定の銘柄のハイボールを様々なアレンジレシピで試してみて、どれが美味しいのかっていうのね、その魅力を検証しながら紹介していくシリーズでございます。なお今回選出しているこのアレンジレシピは完全に私の独断と偏見と経験と妄想でお届けしていきたいと思いますので、もしねいろんなアレンジをすでに試した方でこれも美味しかったよっていうのがあったら、コメント欄に書いていただけると嬉しいです。それでは今回登場していくウイスキーはこちら。さあそれでは今回ハイボールを様々アレンジして極めていくのがこちらでございます。スコットランドのシングルモルトウイスキー、グレングラントのアルボラリスでございます。いやついに来ましたね。これ直近で発売された銘柄でハイボール極める編をお届けすることになるとはという感じなんですけども、それぐらいね私この1月から6月に販売されたウイスキーの中で特にね印象に残ったウイスキーなんです。特に一つ前の動画で上半期おすすめウイスキー5選というテーマで取り上げたんですが、そのラインナップにも選ばれた1本でございます。これはね今のところ本当に美味しくてコスパが良くてハイボールが素晴らしい1本なんですよね。香りとしてはオレンジとか蜂蜜とか、それから後味にもほのかなスパイシーさがじんわりと広がっていてですね、とてもこう華やかな親しみやすいシングルモルトなんじゃないかなと思っております。なんとこちら2021年の5月に発売したばかりなんですけれども、あまりにも飲みやすくてスイスイ飲んでしまって1本空いてこれ2本目でございます。これはねシングルモルトウイスキー初めてボトルで買いますよっていう方にもおすすめな2000円台で買えるシングルモルトなので、ぜひとも試していただきたいと思います。そんな人気のあるこのアルボラリスハイボールをね5つのアレンジレシピで試していきたいと思います。それではまずはアレンジレシピの紹介からいきましょう。さあそれではまず1つ目がこちら、オレンジピールでございます。このねハイボール極める編ではレモンピールとオレンジピールよくよく登場するんですけれども、今回こそねこのグレングラントのアルボラリスハイボールにはオレンジピール合うんじゃないかなと思うんですよね。オレンジピールってレモンの爽やかなすっきりとした印象とは違って、よりこう華やかで甘くね上品な香り立ちになるのかなってイメージがあるんですけど、このグレングラントのアルボラリスもねすごく華やかでオレンジのようなね柔らかい香り立ちもありますので、そこでこのオレンジピールを最後のハイボールの仕上げに振りかけていきたいと思います。そして続いて2つ目、こちらリンゴスライスですね。これはね今まで使ったことがなかったんですけれども、グレングラントの10年もすごく有名で、あれはまさに青リンゴみたいな優しい香りとか、12年になってくると赤いリンゴのこう蜜がぎゅーっと詰まったようなね甘い香りがあるんですが、この華やかな香りが特にイメージとしてね捉えやすいこのグレングラントアルボラリスだったら、赤いリンゴをねハイボールの最後に刺していったらかなり酸味が加わってすっきりするんじゃないかなと思って試していきたいと思います。そして続いて3つ目がこちら、レモンジュースを使ったウイスキーサワーという飲み方ですね。これはウイスキーをベースにレモンジュースを加えて、そしてシロップを入れた後にシェイクをしてですね、そしてお好みでソーダを加えるよっていう作り方なんですけれども、今回はねシェーカーなしでも簡単にできるレシピをやっていきたいと思います。これでねこうウイスキーのハイボールとレモンサワーの中間をいくようなですね、甘口なんだけどすっきり爽快なハイボールになるんじゃないかなと思いまして、これもねやっていきたいと思います。そして4つ目、定番ですね、こちら冷凍庫に小瓶で冷やした冷凍トロトログレングラントハイボールでございます。この冷凍したウイスキーを注いでいただくと凍らずにねトロトロになって出てくるんですよね。今回はこのグレングラントアルボラリスをトロトロの冷凍ハイボールでそのままソーダを注いでいきたいと思います。そして最後のレシピがこちら、毎度定番の OTS 1ティースプーンでございます。ハイボールを作った後に別のウイスキーをこの1ティースプーン分ですね垂らしていただくことで、これね化学反応が起きるんですよね。本当にね最初のハイボールからガラッと味わい香り個性が変わっていきますので、どんなウイスキーを最後に OTS していくのか皆さんに想像いただきながら作っていきたいと思います。それでは今ね5つのレシピ揃いましたので、早速まずは通常のねレギュラーハイボールを作っていきたいと思います。皆さんもグレングラントアルボラリスお持ちだったらですね、一緒にハイボールを作っていただいて乾杯していきましょう。
さて、それではまずはね、こちらもう本当に最近よくよく飲んでるグレングラントアルボラリスハイボールで1杯目いただいていきたいと思います。皆さんも準備できましたでしょうか。それでは今日も一日お疲れ様です。乾杯。まずは香りから。ほんと華やかで、こうオレンジマーマレードとかね、ちょっとマドレーヌとかマフィンみたいな、バターを効かせたようなね、洋菓子みたいな甘い香りがしてきますね。では飲んでいきましょう。美味しい、美味しいですね。何度飲んでも本当に飲み飽きない。爽やかなんですけれども、そこにねしっかり甘みが乗ってるんですよね。オレンジの華やかな香りとちょっとバニラみたいな甘い印象があって、で最後の方にほのかにスパイシーさと樽からくるねちょっと香ばしい印象もあって、すごくねこの甘みとそれから酸味の部分っていうのがバランスがいいハイボールだなと思いますね。イメージとしてはグレンモオレンジのハイボールを好きな方とかはねすごくね気に入られるんじゃないかなと思いますし、グレンリベットの中でもファウンダーズリザーブみたいな、こうすっきり爽やかに飲めるようなハイボールがお好きな方にはこれもねすごくおすすめな一本でございます。ということで、ここからはこのグレングラントアルボラリスハイボールを5つのアレンジレシピでやっていきたいと思います。皆さんもどんなレシピがどういう味になるかご想像いただきながら一緒に楽しんでいきましょう。それではアレンジやっていきたいと思います。さあ、それではまずはねオレンジピールハイボールでねアレンジしていきたいと思います。表面をねこのように削ったオレンジピールを使って、今通常で作ったハイボールの最後にね軽く吹きかけていきたいと思います。気持ちいいグラスの下30度ぐらいから上にこう振りかけるようなイメージでやっていきたいと思います。そしてそのまま中に入れちゃいましょう。さあ、見た目もね華やかなこのグレングラントアルボラリスオレンジピールハイボール完成いたしました。それでは乾杯。あ、もうねこのあたりがすごいいい香りしてきますね。では香り嗅いでいきましょう。あー、これはねもう予想通りの美味しさですね。本当にこうオレンジマーマレードみたいなねすごく優しい香りがしますし、オレンジのねピールを刻んでカットして入ったフルーツケーキみたいな、そんなねふっくら優しい甘い香りと、オレンジピールのねちょっとこう苦味を伴うようなフレッシュな香り、これが合わさってますね。じゃあ飲んでいきましょう。まあこれはね正直美味しいだろうなと分かって作ったんですが、もう圧倒的な美味しさですね。それこそメーカーズマークのオレンジピールハイボールとか、それからグレンモオレンジのねオレンジピールハイボールとか、もうまさに合いそうだなっていう組み合わせの中に一つ入るんじゃないかなと思いますね。まあ、見た目もねオレンジラベルっていうのもありますけれども、華やかでねこう温かい味わいや香りというところに、まさにこのオレンジのね華やかな香りがマッチしますね。これはね本当に美味しいので、まずはね間違いないと思いますね。いやー、これと一緒に野菜のマリネとかね、サーモンのカルパッチョとかと合わせて、最初のこう前菜とかと一緒にねすっきり爽やかに飲みたいですね。食前酒にも美味しそうだし、食事中にも何杯もね味わいたくなるようなすっきり爽やかハイボールだと思います。さあ、それでは完成いたしました。まずはねこちら通常のグレングラントハイボールにリンゴのスライスをねだいたい 2,3 切れぐらい刺して入れてみようと思います。リンゴの香りもいいですね。ちょっと甘酸っぱくて。では入れていきましょう。このままえい、一回ねちょっとこの2切れっていうんですかね、2枚カットしたやつで香り嗅いでいきましょうか。あ、すごくねすっきりとした爽やかな香りにちょっと近づきましたね。最初のねそのままのハイボールだとやっぱりオレンジの甘い香りみたいなねイメージがすごく華やかでね、それでもハイボールでもしっかりこうブレない甘い印象があるんですけれども、リンゴが入るとねもっとすっきりとしたこうねジャムみたいな甘い香りもありつつも、そんなに重たくならないですね。ではまずこのまま飲んでみましょうか。あ、やっぱり変わりますね。それこそこのグレングラントの華やかなイメージとリンゴが入るとちょっとねこうアップルティーみたいなイメージになりますね。これで蜂蜜とか垂らしたらさらに美味しいんじゃないかなと思います。ではせっかくなんでねもう1枚切ったのでさらにカット入れていきたいと思います。よいしょ。さあ、これでカットが3枚、もうね見た目すごく爽やかで美味しそうですよね。これで飲んでいきましょう。あー、いいわ。これね結構リンゴ3枚ぐらいカットして入れてもいいですね。すごくすっきりとした酸味とこのグレングラントのね華やかな香り立ちっていうのが絶妙に合ってて、全然こう重たくならないですね。では飲んでいきましょう。あ、美味しい。これは美味しい。さっきのオレンジだともっとこのグレングラントの香りが花開くというか、もう濃厚に甘い香りが開くイメージなんですが、リンゴだともっとすっきりシャープになりますね。
それこそ本当アップルティーソーダみたいな感覚で飲めますね。これはね、昼から飲むウイスキーとかハイボールにしては最高だと思います。いや、これだったらそれこそトマトソースのパスタとか、あとはこうレモンを軽く振りかけたタコの唐揚げとかと合いそうですよね。単純にこう重たい味わいのお料理っていうよりも、そこにトマトの酸味とかレモンの酸味が加わっているようなお料理とかと合わせていただくとね、かなりすっきり爽やかに楽しめるんじゃないかなと思いますね。これほんとすごいね、予想以上の美味しさでした。さて、こちらがレモンサワーならぬウイスキーサワーということで、ウイスキーベースでそこにレモンジュースを加えて、さらにガムシロップ&ソーダで仕上げた一杯でございます。こちらを飲んでいきたいと思います。ではまず香りから。すごくこのレモンの清涼感の香りでいいですね。このね、ウイスキーの香りっていうよりか、本当にこうレモンサワーみたいなすっきり爽やかな香りとか、レモネードとかレモンスカッシュみたいなね、すごく清涼感あって爽やかな香りですね。では飲んでいきましょう。これはね、元気が出る味ですね。爽やかでね、すごくこの甘酸っぱくていいですね。大きなそれこそデキャンタとかにまとめてこれジュースとグレングランと混ぜておいて、あとはですね、その氷の入ったグラスとかに注いでソーダで割るなんていうのもいいかもしれないですね。それこそ今のちょっとご時世が明けて外でバーベキューとかできるようになった時に、このグレングラントとね、それからレモンジュースセットで持ってくなんてのもね、すごくいいんじゃないかなと思います。これそれこそ牛タンにちょっとねレモン絞ったりとかも合いそうだし、ハーブチキンとかそれからスモークチキンとかね、割とちょっとさっぱりとした淡白なお肉とかと合わせたら美味しそうなイメージが湧きます。さあ、いよいよ登場、こちらグレングラントアルボラリスの冷凍トロトロハイボールやっていきたいと思います。本当にねこれ初めてで、周りにもねやったことあるっていう方聞いたことないので、どんな味わいになるのかちょっと楽しみですね。では毎度のことながら、そのままこのグラスに注いでダイレクトソーダしていきたいと思います。いやー、トロトロですね。ではソーダ注いでいきましょう。ということで、アルボラリスハイボールの冷凍バージョンいただいていきたいと思います。では乾杯。いただきます。まず香りから。だいぶね印象変わったかな。ちょっとねフルーティーなイメージではないかなと思います。穀物の印象とか、硬いねバゲット的な少し固めのパンのイメージがありますね。あとは奥の方にココアパウダーを振りかけたパンとかね、ちょっとココアパウダー系のイメージもありますね。だいぶ穏やかでちょっとダークなハイボールになりますね。では飲んでいきましょう。うわ、変わるなこれ。今まで華やか系のハイボールとか甘酸っぱい系のハイボール飲んできた中で、急にねこう華やかからズンってねダークなイメージになりますね。はあ、これは奥深いな。ちょっとこうシェリーダル熟成タイプのウイスキーをハイボールにした時のような感覚というか、ビターさとかチョコレート感とかココアパウダーみたいな、そういうイメージがぐっと強くなりますね。これだったらチョコレートクッキーと合わせたりとか、シュガースタンドのチョコレートタイプとかココアタイプのやつありますよね。あれと合わせたら美味しいんじゃないかなって思いますね。さて、ここまでね、まずはオレンジピール、リンゴ、サワー、それから冷凍とやってきたんですけれども、本当にね、それぞれの味わいや香りの変化が面白かったんですが、最後はね、順当にこのアルボラリスの香りがもっと濃厚になるんじゃないかなと思って、このレシピでやっていきたいと思います。さあ、最後に登場するのはもうこれね、総大賞ですよ。こちら、グレン・グラントの12年でございます。これね、今回は10年にしようか迷ったんですけれども、10年はね、もっと青リンゴ系の爽やかな香り立ちで、12年は蜂蜜とか赤いリンゴの系統のイメージなんですよね。なので、アルボラリスと比較すると12年の方がもっとイメージが近いかなと思って、今回はこちらを足すことでどう変化するかっていうのをやっていきたいと思います。OTS はね、このグラスの上にバースプーンをかざしていただいて、そのままウイスキーを垂らしていきます。その時はウイスキーは内ひねり外戻しで戻すと綺麗にウイスキーが切れますので、やっていきましょう。
まあ、毎度のことながらね、ちょっとワンティースプーン若干オーバーしましたけれども、濃厚甘口グレングラントハイボールでいただいていきましょう。それでは OTS ハイボールに乾杯。まずは香りから。これはいい香りですね。もうね、本当にアップルパイみたいな甘い香りがしてきますよ。はあ、これはね、本当リンゴのジャムみたいな香りとかね、すっごい濃密な香りがしてきます。それでは飲んでいきましょう。あー、これはうまい。これぞまさに食後に飲んだら最高なハイボールじゃないですかね。ドライアップルとかね、つまみながらとか、すごく合うと思います。それからレーズンバターとかと合わせてもいいし、あの白クマのアイスとかと一緒に食べたら、これはこれで美味しいかもしれないですね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回は最強コスパのシングルモルトというテーマで、グレングラントのアルボラリスのハイボールをはじめとして5つのアレンジレシピを試してまいりました。皆さん、この中で試してみたいレシピっていうのがあったら、コメント欄に書いていただけると嬉しいなと思います。今後もですね、こういった形で一つの銘柄を基準として、いろんなね、ハイボールのアレンジレシピ試していきたいと思いますので、この銘柄やってほしいみたいになったらね、コメント欄にリクエスト書いていただけると嬉しいなと思います。そして次回なんですけれども、次回はですね、もうこの時期にぴったりなコークハイ特集やっていきましょう。コークハイにおすすめなウイスキー教えてくださいとか、ジャック・ダニエルのコークハイ好きなんですけど、次におすすめなんですかっていうね、コメントすごい多かったんですよね。なので今の時期に最高に爽快なコークハイ、これに個人的におすすめの銘柄っていうのをまとめて紹介していきたいと思います。他にも YouTube 以外ですと、サブチャンネルやスタンド FM、ボイシーといった音声配信もやってますので、興味ある方はね、概要欄のリンクから遊びに来てください。毎日10分ぐらいだいたいウイスキーについて喋っております。さあ、それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。今日も良い家飲みライフを。またね。